小さなニュースとしては日差しが足を折るという、 もう実に残念なニュースも取り込んできましたね。そう、始まったばっかりだったのにね、はい、うん、覚えてますか。覚えてますよ、98年頃のこと。でも復活結構早かったよね。早かったね、うん、そうね、うん、いや、あの当時のさ、やっぱこう新幹線乗って駅のホームってすごいこの人がいたわけじゃん、うんうん、あの時に私があの片足ギブスしながら走ってる姿を後ろから見ててね、なんかこうかわいそうだった。そう、毎回ね、主人の先生にね、そう、歩いたでしょって。だって、ね、ホームでみんな早いんだもん。あれですよね。エレベーターがないんだもん。久しさん足折ってるっていうのに、うん、鳥取に行った時、俺たち、砂丘行ったよね。飲んだ帰りで。飲んだ帰りで。よし、ちょっと酒でも行くか。で、俺無理だって、俺無理だってって久しが言ってるのに、大丈夫、サポートするからって言って、一切しなかったよね。わーいって走ってたね、俺たちはね。そしたら、後ろでバサッ、バサッと音がして、松葉杖が砂に埋まるんだ。もうギブスの中砂だらけになったからさ。そしたら彦坂先生が怒るんだ。富山さん、砂丘行ったでしょ。だってみんな行こうって言うんだもん。またねえわよ、もう。あん時は俺ら天狗だった。これいいですかね。この5年間の、まあ、デビューして夢持ってきましたけど、97年のあの、プチグレイバブルから来てくれ。はい。これ何期ですかね。これは天狗。皆さん知ってます、天狗っているから。皆さんの周りにも必ずいるから。そうだね、小さなバブルが来たら危険よ、はい、人はね、たやすく天狗になるっていう。見たなぁ、一番の天狗は、うん、あいつだけどな。ん、はい、ということですね。